お疲れです。よしみです、今回はですね、金柑の蜜煮をやっていきたいと思います、そろそろ、ね、結構金柑も出始めて、まあ、年末とかおせち料理なんかにも、結構使えたりするので、結構簡単にできるので、ぜひ試してみてください、では早速、簡単なやり方をやっていきたいと思います。よろしくっす。金柑を煮ていきたいと思います、こちらよくおせちとかにも使うので、これから頻繁に使っていきたいと思います。でこちらは、いろんな煮方あるんですけども、今回は、こちらにですね、周りにこう切り目を入れて、だいたい8箇所くらいですね、ちょっと包丁で、手まりみたく、切っ端を入れて炊いていきます。で、通常ですと、ここで端を入れて、中の種を全部取ったりするんですけど、今回は、種を取らないで、そのまま煮ていきます。でここのヘタだけを取って取れるので、爪楊枝かなんかで刺して全部取ってください。上と下上下に、大体8箇所くらいですかね、6箇所か、ちょうどいい感じで2、3、4、5、大体8箇所くらいになれば大丈夫です。よいしょ、ヘタを取って、全部、包丁の切っ端を縦に入れていきます。はい、こちらは金柑ですね。今ちょうど8分くらいですね。大丈夫ですね。8分くらい経ったとこなんで、こちらであと火止めます。でこちら最後にちょっと重曹ですね、重曹を入れます。よいしょ、こんな感じで、よいしょ。で火を止めて最後に重曹を入れて、あとこのお湯にちょっと2、3分つけて、あと水でゆっくりさらしていきます。アク抜き方法とかちょっと いろんな方法あるんで、これはあくまでも一例なので、重曹は使わなくても大丈夫です。はい、こちらの金柑ですね、金柑ちょっと時間経ったので、水でさらしていきます。温かいやつを急激に冷たい水にガーッと入れちゃうと、ちょっと一気にキューッとなんていうんですかね、空気に触れるのと一緒でキューッとしわ寄っちゃうので、のんびりと水でさらしていきます。で例えば、種取りたい場合は、この時に、先ほど包丁で切り目入れてたところから端でこう1個ずつ取るんですけども、今回は取らないでやっていきます。でこちら包丁目入れたのも、入れないで煮ると金柑は全部こうやっぱ抜け道探してパンクしちゃうんですね、破裂しちゃうので、切り目入れるか、爪楊枝でこう抜け穴作って煮てください。じゃあちょっとアク抜きと、していきます。水でさらしていきます。はい、先ほど金柑さらしてたやつですね、こちらを今度、蜜煮にしていきます。で今回今、この数の金柑に対して、空気に触れないくらいですね、水を入れて、なので今回は、この量で3合の水が入ってます。で、お砂糖の量なんですけども、今回は、中蜜ですね、一升の水の量に対して750g のお砂糖の蜜の濃さで、仕上げたいと思います。じゃあちょっと沸いてきたんでお砂糖を入れていきます。でよくおせちとかに使うときは1升1キロの本蜜で仕込んだりするんですけども、今回は750の中蜜で仕込んでいきます。なので、お水が3合なので砂糖が 225g ですね。よし、で今半分くらい入れました。でとりあえず半分くらい入れて、落とし蓋、紙蓋していきます。よいしょ。
で下茹での時で結構、皮は、用事が刺さるくらい柔らかくなってるんですけども、今度中の方まで、今回種取ってないんで食っても、そんなに気にならないくらい、弱火でじっくり煮込んでいきます。でお砂糖なんですが、ですね、まあ金柑は特にそんな気にすることはないんですけど、いっぺんに入れちゃってもいいんですけども、やっぱり多少こう一気に砂糖入れると、金柑の皮もキュッとなっちゃったり形がしわ寄っちゃったりするんで、ちょっと今回は2回に分けてます。で最初半分くらい入れて、これでそうですね、様子見て10分くらい経ったら、残りのお砂糖を入れていきます。はい、そしたらですね、残りの砂糖を入れていきます。はい、こちらで、今2回目の砂糖を入れて、あとこの状態でまだあとのんびりと20分くらい煮ていきます。それで仕上げになります。はい、ではこちらですね、金柑の蜜煮が出来上がりましたので、ちょっと試食してみたいと思います。いただきます。うまいっす。今回種は取らなかったんですけども、種結構大きく入ってるんですけども、噛んで気になる硬さではないくらい柔らかく結構なってます。煮るときに気になる場合は、切れ目のとこから、爪楊枝とか竹串で入れて、まあ、一個ずつ全部取ると本当はいいんですけども、まあ、そこまでの手間過程ではかけなくても十分かなと思いますので、ぜひ美味しく仕上がってますので試してみてください。ご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。